皆さん、こんにちは。元大相撲力士で第52代横綱として活躍していた北の富士。今回は、そんな北の富士に関する死去や結婚歴から各界拳銃密輸事件への関与についての話をご紹介しましょう。2024年11月12日、北の富士が治療のため入院していた東京都内の病院で死去したことが話題になりました。享年は82歳で、葬儀、告別式は個人の意思により、20日に近親者のみで執り行われたそうです。北の富士さんは、1942年3月28日生まれで、北海道旭川市出身の元大相撲力士として知られています。出羽海部屋に入門した後、九重部屋に所属。現役時代には幕内優勝を10回果たし、玉の海と共に、北玉時代を築きました。引退後は九重部屋の師匠として後進の指導にあたり、NHK の大相撲中継の解説者としても人気を博しました。体調を崩すまでは、千秋楽の解説といえば、北の富士が定番でした。2022年初場所千秋楽で、御嶽海が3度目の優勝を決めた直後、母親のマルガリータさんの客席で喜びを爆発させる姿が映し出された際には、北の富士は、お、マルガリータ、と、つぶやいていました。名前を即答したことで、実況アナが驚きの反応を見せると、ファンですから、と言い切って、直後にマルガリータがトレンド入りし、ファンは騒然となりました。後日、御嶽海が、有名な北の富士さんが、御嶽海には興味がない、お母さんに興味があると言っちゃったから、SNS でバズっちゃって、僕優勝したのにツイッターの検索数、マルガリータの方が多かったですから、余裕で負けましたと語っていました。さらに、逸ノ城が優勝を決めた際には、笑うかなと興味津々に語り、白い歯をこぼすと、笑った、笑った、と喜んでいた北の富士。ユーモアあふれるだけでなく、時には、みんな痛いところはあっても頑張って出ている。それを言っちゃあ、おしまいよと、故障が影響して負け越した力士に、愛ある劇を飛ばしたりもしていました。宮城の親方である白鵬の晩年に、故障がちで途中休場を繰り返していた際には、あのくらいになったらきちっとした、ものすごいやめ方をしてほしい。優勝はもういいですよ。見事な引き際をしてもらいたいと、引退勧告をしたシーンもあり、70歳を過ぎても、ダンディでかっこよさが際立っていました。親方として横綱の千代の富士や現八角理事長の北斗海を育てた名伯楽としてだけではなく、相撲ファンからも愛された北の富士に対して、ネット上では北の富士さん現役時代は知らない世代だけど立派な横綱だったし、親方としても活躍、歌を出したりと大変な活躍だったのは解説で見るようになってから知りました。北の富士監修のカレーなんかも買いました。あ、ちょっと見てなかった、とか正直に言ったり、舞の海とのやりとりも面白かった。自分の中では相撲解説といえばこの人だった。すごく寂しい。北の富士さんは、NHK のアナウンサーが言いにくいことを、ズバッと言ってくれた。アナウンサーは、それは、と答えておきながら、きっと内心では拍手喝采していたのでは、と、見ているこちらがいろいろ想像して、ニヤニヤしていました。いつか放送席に戻ってきてくれるのでは、思いながら、訃報に接し、悲しみを新たにしています。ご冥福をお祈りします。辛口解説と言われるけれど、明快な視点で大好きだった。現役時代は憎いほど強かったし、お相撲さんは天国に行くのが早すぎます。私は現役時代より、解説を始めてから北の富士さんを好きになった。自分が柔道をしていたこともあり、現役時代は柔道をしていた。玉の海の方が好きだった。でも、玉の海が亡くなって、非常に落ち込んでいることを知り、北の富士を応援するようになった。解説者になってからは、歯に衣着せぬ物言いで、意見を言うところが好きだったし、たまには面白い昔話なども飛び出して、北の富士さんの解説が楽しみだった。解説を休んでからは、場所が始まるときにアナウンサーが、今場所は北の富士さんはお休みです。と言っていたから、いつか、
解説席に戻ってきてもらえると思っていたけど、確かに今場所は北の富士さんは休みです。とは言わなかったので、あれ?と思っていた。もう一度元気に解説される姿を見たかった。本当に残念です。安らかにお眠りください。ご冥福をお祈りします。貴景勝が全力士を気遣う解説をしていましたが、真逆だなぁと思って聞いていました。北の富士さんは解説が厳しくて、本当に面白かったです。大関でこんな相撲を取ってちゃダメだとか、辛辣でした。アナウンサーとか、向こう上面の解説者も下手なこと喋ってると、怒るというよりキレられるから、あの緊張感がいいんですよね。若いのに残念すぎます。稀勢の里を横綱にする会の会長だったからな。私は心の会員だったけど、久々の日本人横綱誕生には心が躍った。もちろん厳しい意見もおっしゃるけど、視聴者、ファン目線で一緒にテレビ観戦しているかのような温かさと、ユーモアのある解説で北の富士さんの解説の時は、本当に楽しかった。ありがとうございました。NHK のお堅いイメージと、北の富士さんの柔らかくて、相撲ファンではない人にも、とっつきやすい解説が、いろいろとマッチしたんでしょうね。野球界でもサッカー界でも他のスポーツ界でも、花形選手に対して、厳しく指摘する解説者は見られませんので、横綱大関のダメなところを率直に指摘する解説は、興味深く聞きました。マラソンの増田明美さんにも通じますが、一人一人のことをよく理解している方の解説は、より深くその選手に感情移入することができます。玉の海、琴桜、大麒麟の同世代だけでなく、北の海、千代の富士の後半まで先に行かれた中、昭和、平成、令和の相撲を、リアルで見てきたからこそ言える解説を楽しく拝聴させていただいてました。私も北の富士さんの力士の現役時代は存じてませんが、解説を通して今の時代のファンたちにも身近に感じられていた人柄は、今の相撲界への大きな貢献だったと思います。解説復帰の願いは叶わなくなりましたが、元力士としては長寿であった。82年間お疲れ様でしたと惜しむ声が広がっており、12月18日には八角部屋でお別れの会が開かれる予定となっているそうです。ちなみに北の富士の解説の後任者としては、曙、貴乃花、若乃花、朝青龍、春馬富士、芝田山、伊勢ヶ浜などの名前が挙げられています。北の富士の死因は公式発表によると老衰とされていますが、具体的な健康状態や直接的な死因については詳細が明らかにされていません。北の富士は2023年3月から体調不良を訴え、以降大相撲中継の解説を休養していました。特に2024年7月の名古屋場所では VTR で出演した際、体調が優れない様子が見受けられました。北の富士は1994年に脳ドック受診の際に未破裂動脈瘤が発見されているのですが、この動脈瘤は破裂する前に発見されたため、適切な治療が施されました。2016年末には心臓手術を受けたことが報じられています。この手術は不整脈に関連しており、その後は自宅で療養していました。2017年1月には、NHK 大相撲中継の解説を休むことになり、春場所から復帰する意向を示していました。また、過去にうつ病を発症したことがあり、その予防にも力を入れていたとされています。しかし、最近の報道では、うつ病を抱えていたかどうかについて、具体的な情報は少なく、主に健康問題や年齢による、体力の衰えが解説を休む理由として、挙げられています。そうして、人生の幕を下ろした北の富士ですが、1975年8月にミュージカル女優の花賀智子さんと、結婚しています。最初の妻である花賀智子さんはミュージカル女優であり、東京都出身です。1977年に劇団四季専科生として合格し、1989年に退団しました。代表的な出演作品にはコーラスラインのキャシー役やキャッツのボンバルリーナ役があります。退団後は劇団四季でジャズダンスの講師を務め、現在もミュージカルワークショップで指導を行っているのですが、
結婚生活の方は数年で終わり、離婚しています。その後、1985年11月に再婚したのが松木真理さんです。北の富士と松木さんは、1985年11月5日に福岡市のホテルニューオータニ博多で結婚を発表しました。松木真理さんは銀座6丁目のクラブ司でホステスとして働いていた一般女性です。この結婚は北の富士が43歳、松木真理さんが34歳の時でした。お二人は1985年9月にハワイで挙式し、1986年2月21日に披露宴を行いました。その後の結婚生活については詳細が不明です。また北の富士には松木真理さんとの間に一人娘がいることが知られており、その娘には子供もいるためお孫さんもいます。そんな北の富士ですが、過去には各界拳銃密輸事件への関与で話題になったことがあります。各界拳銃密輸事件とは、1965年5月6日に元大関若羽黒の草深友明が拳銃を不法所持し、暴力団関係者に売却した容疑で逮捕された事件です。供述に基づいて立浪部屋などを捜索した結果、拳銃3丁が押収されたそうです。そして5月11日、出羽の海部屋に所属する元横綱千代の九重親方が拳銃1丁と実弾5発を持って警察に出頭した際、弟子から預かったと証言したことで北の富士が拳銃を不法所持していることが判明したのです。捜査当局は本場所中であったことを考慮し、相撲協会に調査を求めました。相撲協会による調査の結果、北の富士の他に2人の現役力士、横綱柏戸剛と横綱大鵬光輝が拳銃を不法所持していることが判明しました。当時の記事の扱いは、両横綱の所持発覚当初でもせいぜい社会面トップで、その後の取り調べなどは大きくて3、4段でした。発覚が夏場所中だったため、取り調べも場所に影響がないようにと場所中には行われませんでした。本場所終了後の5月24日に柏戸が、6月1日に大鵬がそれぞれ警察に出頭。二人はそれぞれ、拳銃はハワイ巡業のお土産で買った。若羽黒の件がバレ、怖くなって拳銃を隅田川に捨てたと証言しました。両横綱の証言に基づき警察は隅田川を捜索したものの、拳銃は見つかりませんでした。警察は九重、柏戸、大鵬、北の富士と密輸入に関与していた豊国進むの5人を書類送検しています。6月15日に柏戸、大鵬の両横綱が現在の貨幣価値にして罰金約15万円の略式起訴処分を受けました。一方、相撲協会からの処分は県籍に止まりました。相撲協会が厳罰に踏み込まなかった理由は、人気力士である柏戸、大鵬を追放すれば各界の存亡に関わりかねないという判断もありましたが、時津風理事長が自公損事件による逮捕歴を持っていたことから、この事件を起こした力士たちに強硬な意見を示せなかったという事情もあるようです。事件をめぐっての振動の影響なのか、5月場所を共に9勝6敗で終えた柏戸、大鵬は時津風理事長に事件は忘れて集中しろと叱咤激励されたと伝わっています。後の報道によると、柏戸、大鵬は国内で座布団や側に向かって拳銃を試し撃ちしたとも報じられています。また大鵬は密輸のために分解し、柏戸は力士用の座布団で、北の富士は側で試し撃ちしたという説もあります。また北の富士については、知人に冗談のつもりで頼んだら本当に買ってきたので慌てたという話もあるようです。税関もまさか横綱が拳銃を持っているとは思わず、手荷物を厳しくチェックすることはなかったそうです。大鵬の元養子の高藤力忠重は2020年9月26日に YouTube にアップロードした動画の中で、大鵬親方は中卒でほんの遊びのつもりでハワイから拳銃を何十丁も持って帰ってきたと、この事件を引き合いに出して、ピストルの方が野球賭博よりもよっぽど悪いと大鵬に言ったことを明かしたのでした。
いかがだったでしょうか。今回紹介した北の富士に関する死去や結婚歴から各界拳銃密輸事件への関与についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。